ドイツ一部のフランクフルトを率いるアディ・ヒュッター監督は今季限りで契約を解除し、期から、ボルシア・メンヒエングラッドバ、ボルシア・メンヒエングラートバッハの新監督に、就任することが決定し、13日に、両クラブより発表が行われている。今し、ズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、フランクフルトの契約は2023年6月まで残されていたが、解約会を可能とする条項も設定されており、ヒュッ監督は、その行使をクラブに伝えたとのこ、今季末までフランクフルトを率い、来季からルシア MG に移ることになる。現在ボルシアメンヒエングラートバッハを率いているマルコ・ローゼ監督は来季からボルアドルトムントの新監督に就任すること2月に発表されている。オーストリア出身のヒッター監督は過去に母国のレッドブルザ・ツブルクやスイスのヤングボーイズなど指揮。2018-19シーズンからフランクフルトの監督に任し、今季で3年目を迎えていた。フランクフルでは1年目にブンデスリーガ7位の成績を残し、ロッパリーグで準決勝進出を果たすなど進む。2年目は9位に順位を下げたが、今季は現在4位位置し、来季のチャンピオンズリーグ出場権得も十分に狙える状況となっている。フランフルトに所属する長谷部誠と鎌田大地にとっても、来季の監督交代は、大きな影響をもたらかもしれない。長谷部は、キャプテンも任され、など、ヒュッター監督からの信頼厚く、年齢を辞させない活躍ぶりで、来季も契約を延長。鎌、大地も、ベルギーへのレンタルから戻った、同監督の下で、フランクフルトの主力とし、重要な存在となった。両。